けて、奴らがそっちに向かってる。できるだけ足止めはしたんだけど。ありがとう、船に戻って。もし私が戻らなかったら。バカなこと言わないで、待ってるから。Yeah!
やめろ。息の根を止めてやる。あいつ、サムは大丈夫だから。何があった？終わったの。帰りましょう。よし、出発するよ。何も見えてなかった。未熟だった。ずっと父を恨んで世間と同じように疑ってた。でも父さんは正しかった。本人にそう伝えられたらよかったのに。世界に散らばるたくさんの謎をおとぎ話として片付けてきたけど、神話と現実の境界線は曖昧だった。答えを探そう。謎を解くために。何かいるかい？大丈夫。島で何があったか知らんが、その怪我とあんたの目つきを見たら知りたいとも思わん。まあいい、すぐ帰れる。私は帰らない。